任天堂スイッチをこよなく愛する皆様、こんにちは、ケイジチャンネルです。任天堂スイッチ版のニーヤオートマタが間もなく発売されます。発売前にスイッチ版のニーヤオートマタを先行プレイさせていただきましたので、今日の動画ではスイッチ版のニーヤオートマタの映像を見ながら、ニーヤオートマタを買うべき理由を1万個お話ししていきます。いや、だって仕方ないじゃないですか。ニーヤオートマタを買うべき理由ってダーって上げてったら1万個あったんですよ。ぴったり1万個、まあ、これ全部話してたらもう夜が明けちゃうので、まあ、10個ちょいぐらいにしようか、今日話すのは。今日結構いろんな方がいらっしゃると思うんですよ。任天堂スイッチをメインにゲームやってる方は、ニーヤオートマタってどんなゲームなんだろうって感じてる方もいらっしゃるかもしれませんし、他のハードでもゲームやってる方であれば、任天堂スイッチでニーヤオートマタを動かした時にどんなパフォーマンスになるんだろうかっていうのも気になる方もいらっしゃると思います。映像を確認したい方は、まあ、お話ししながら私がスイッチ版でプレイしたそのプレイ映像をご覧いただきますので、そちらでパフォーマンスの方を確認していただければと思います。いや、これがね、なかなかね、いいパフォーマンスなんですよ。今日の動画の内容で必要以上にニーヤオートマタのストーリーの部分には触れません。これからゲームをプレイする方は絶対ご自身で体験した方が楽しくなると思いますので、特にその辺に関してはほとんど触れません。そもそもニーヤオートマタってどんなゲームなのっていうところなんですが、まあ、これもめちゃくちゃ簡単にしか説明しません。 2B や 9S といった、まあ、アンドロイドを主人公としたアクション RPG になってますね。まあ、アクションによる戦闘と、まあ、武器を強化したり、アンドロイドなのでチップによるキャラクターの強化などが育成の要素として用意されている RPG ですね。豊富で個性あふれるキャラクターたちや、他のどんな作品にも不可能な思いもよらない角度から突き刺さってくるストーリー。いや、これ大げさじゃないんですよ。いや、マジな。たくさんゲームを遊んできた方でもすごく新鮮で、今までに味わったことのないような体験ができるんじゃないかと思っております。なんかずっと握りながら喋ってたら人質取ってるみたいじゃん。ベジータが巨大化して悟空握ってる時みたいな。ちょっと置いとくか、どっかに。絶妙なバランス。では改めてニーヤオートマタの買うべき理由10個ちょいお話ししていきます。そもそもこのゲームめちゃくちゃ売れてて評価も高いです。全世界で600万本以上の売り上げを突破しております。しかもね、メタスコアで88点と高得点なんですよね。まあ、すなわち一定の品質がある程度保証されているゲームでもあります。まあ、もちろん好みにもよりますけれども、ただ世間的評価も低くて売り上げも低いゲームと比べるとだいぶ安心感ありますよね。スイッチで発売されたら今まで遊べなかった方がガッと一気に遊べるようになるわけですよね。いや、これはね、すごくいいこと。2017年に発売したんですよ。スクエに5年も待たせやがってっていうところではあるんですけれども、いや、でもこれはすごくいいこと。いや、でもね、ちょっと悩ましいところがあって、これニーヤオートマタばっかり売れてたら、これニーヤ作った大人の人たちがあと10年ぐらいニーヤだけで飯食っていけるんじゃねえかって思われてもちょっと困るんです。我々新作も待ってるんです。新作もで、1月にはね、テレビアニメも始まるんですよね。ゲームをプレイした上でアニメ見る方が絶対楽しいじゃないですか。で、アニメのシーンにはゲームをすごく忠実に再現したようなシーンとか結構盛り込まれてて、かといってまたゲームとは違ったストーリーが展開されるっぽいんですよね。これもかなり楽しみじゃないですか。ゲームをやっておけばアニメも楽しみになります。この移植めちゃくちゃいい移植ですよ。 PS4 版でもすごいいい作品だったんですよ。パフォーマンスもいいし。で、任天堂スイッチに移植したらかなりの部分が犠牲になるんじゃないかなって思っていたんですけれども、いや、これすごいんですよ。ニーヤオートマタの魅力っていうのは全然損なわれていないんじゃないかなと思います。いや、よく移植したよね、この作品。スイッチ版における違いとしては、テレビモードだとフル HD、 携帯モードだと 720p、 フレームレートは 30fps となっております。グラフィックの品質はもちろん落としてるんですけれども、正直すごくよくできてますよね。プレイしていて何の問題もないです。なんか必要以上にロード時間がめっちゃ長くなってるとかもプレイしてて特になかったですから。まあ、それどころかね、やっぱりニーヤオートマタが携帯ゲーム機でできるっていうところがすっごく価値としては大きいと思います。結構そのゲームは大画面でやりたいっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、なんか価値観とか物の価値考え方って結構いろいろ年月で変わってくるなと思うのが、昔は私もゲームだけじゃなくて映画とかは大画面とかで見たいと思ったんですけど、今普通にスマホで映画とかも見ちゃうもんね。やっぱり手軽であることっていうのは非常に価値です。任天堂スイッチメインでゲーム遊んでる方には非常におすすめしたいゲームですよ。このゲームはですね、ひねくれてます。
ディレクターである横尾太郎さんのひねくれたものの見方がかなり発揮されているなという気がしますけれども、ドラッグオンドラグーンとかニーヤレプリカントなどから横尾太郎さんのゲーム作りは世界中でコアなファンを集めていました。そう、本当はねめっちゃマニアックなゲームなんですよ、ニーヤオートマタって。こんな世界で650万本も売れちゃうようなゲームじゃないんですよ。横尾さんのゲームって主流とか王道みたいなのをあえて避けて通る傾向がありまして、例えばゲームのオープニングからアクション RPG のゲームだよっつってんのにシューティングやらせてくるんですよね。なんかこうシューティングは入れるなって言われれば言われるほど絶対入れたくなるとかってなんかの放送で言ってました。じゃあなんでそんなひねくれた感じでマニアックなゲーム作りしてるのにこんなに売れたのっていう話になってくるじゃないですか。そこもおすすめしたいポイントにやっぱり入ってくるんですが、アクションの手触りがめちゃくちゃいいです。このゲームが評価されている部分の結構大きな部分を占めてるのもここにもあります。かっこいいバトルができるんですよね、このゲーム。かといってすごい難しいっていうわけではないんですよ。それというのもコンボが出しやすかったり、敵の攻撃のジャスト回避とかが比較的しやすかったりするんですよね。誰にでもかっこいい戦闘が比較的すぐにできてしまうんです。あとはキャラクターの動き、モーションがすごくかっこいいっていうのもあります。ご覧いただいている映像はですね、私が久しぶりにニーヤオートマタをプレイしている映像なので、正直そんなにかっこいいバトルにはなってないんですけれども、でも見応えのあるバトルにはなってますよね。でね、それでいてぬるいゲームっていうわけではないんですよね。しっかり歯ごたえもありまして、油断してたらオープニングのゲームシーンでやられちゃいますよ。それわしやないかい。いやでもね、誰でも遊べるんですこのゲーム。もちろんそのアクションゲームを普段触らない人にとってアクションってちょっと敷居が高かったりするような感じはあるかもしれませんけれども、このゲームねイージーモードなら敵の攻撃を自動で回避してくれるんですよね。それどころか敵に自動で攻撃してくれたりだとか、そういうものが細かく用意されてるんですよね。かといってじゃあゲーム中ずっと簡単なままかっていうと、そういうわけでもなくて、自分で操作したいところは自分で操作もできちゃったりしますし、オートで攻撃したり回避したりするのをオフにすることもできたりもしますので、めちゃくちゃ間口が広いんですよね。このオートモードには元ネタがありまして、ベヨネッタのベリーイージーオートマチックモードっていうのがあって、それを元ネタにしてるんですよね。おかげさまで誰でも気持ちいい戦闘が楽しめちゃうんです。ジャスト回避はね自分で操作して決めるとねマジで気持ちいいですね。やみつきになります。敵の攻撃にわざと突っ込んできたくなります。このゲーム音楽がめちゃくちゃいいんですよ。ニーヤの音楽はね本当にすごくいいです。ゲームを超越してますね。そんなこと言ってるとちょっと言い過ぎに聞こえるかもしれませんけど、ゲームのイメージにめちゃくちゃ合ってるんですよね。BGM が聴きたくてゲーム起動するまでありますよこれ。ニーヤオートマタは2017年のゲームアワードでベストスコアミュージック部門を受賞してますからね。もうね音楽自体も世界的に評価されてるんです、このゲームミュージックは。キャラクターもめちゃくちゃいいです。メインキャラクターのデザインは吉田明彦さんなんですけど、これめちゃくちゃいいデザインですよね。神がかってます。でしかもその素晴らしいキャラクターデザインをゲームに落とし込んだ時に魅力が全然損なわれてないっていうのもかなりすごいことだと思います。いやーパンツが見えるからいいよねじゃないんですよ。違うんです。もう違う、ほんと違うんですよ。もうこれには訳があるんですよ。アンドロイドだから熱を放出しなきゃいけないのね。排熱しなきゃいけないってなった時にどこから排熱しますかって、そういうことなんです。そういうことだからね、この一旦スカートとか脱ぎ捨てちゃうのもこれも一旦仕方ないことなんです。受け入れてください。ここから排熱してるんですね。ここからね、ほらびっくりした。声優陣の名演も素晴らしいですよ。すごく豪華な声優陣でキャラクターがめちゃくちゃ生き生きとしてるんですよね。私はねあんまり声優に詳しいわけではないんですけれども、そんな私でもストーリーにめちゃくちゃのめり込んだのはここが大きいと思うんですよね。なんかゲームやりながら、いやこのシーンめちゃくちゃ演技すごいなって感じた部分ね何箇所もあったもんね。でもってなんだかんだでストーリーがいいんですよね。横尾さんのストーリーにはとある特徴があるとよく言われてるんですけどね。ただニーヤオートマタに関してはねかなりキャッチーな感じになってるんじゃないかなって思います。ストーリーに対してキャッチーっていう言葉が合ってるのかどうかはちょっと分かりませんけれども、
割と万人受けするようなマニアックの作り方ごめんよくわかんないんだけれども、万人受けしないマニアックさと、その万人受けしちゃうマニアックさっていうのがあるのってなんとなくわかります？映画とかでもなんかそういうのあるじゃないですか。でもってこの異色ね、映像いいよね、まあ、さっきからご覧いただいておりますけれども、かなり遜色ないですよね。まあ、実質 PS4 版と比べた時にテクスチャの違いだとかオブジェクトの数が減ってたりとかっていうのはあると思うんですけれども、正直かなりいいなと思っております。アクションにおいても 30fps なんですけれども、例えば戦闘シーンで必要以上にフレームレートが低下するとかもないので普通に問題なく遊べます。さっきも言ったんですけれども、ロード時間が必要以上に長いとかも全然なかったです。いいね、別にイヤホンとかつけなくても BGM とかいい感じで聞こえるよ。ニーヤね、ニーヤ関係のね放送がねすごい面白いんですよね。これスクエニさんの公式 YouTube チャンネルで昔よく行われてたんですけれども、このゲーム、ゲームの中にあるほとんどのことに意味だとかちょっとしたストーリーみたいな設定があったりして、ただ語られてないんですよね。代表的なのはね、例えばバンカーに行った時ずっと白黒だ、その理由だとか、あとはなぜ目隠しをしてるのかとか、でそういったところのなぜそうなってるのかっていうお話がね、そういう放送では聞けたり、すごい制作陣がねざっくばらんにゲームについていろいろ話してたりするのは正直すっげー聞いてて楽しいんですよ。まあ、その辺の放送のアーカイブ多分残ってないのかな残ってると思うんですよね。それはゲームやってなきゃそれ見ててもなかなか楽しめない部分だと思うので、ゲームやるとそれも楽しみとして一つ出てきます。ちょっとね調べてみよう。スクエニのチャンネルでニーヤって検索すると出てくるか出てこないか、出てきたらあるってことだね。あー、公式生放送ありますね。残ってる。全部が残ってるかどうかまではちょっと分かりませんけれども、まあプレイした暁にはぜひ見てみてはいかがでしょうか。さあ、そんなわけでですね、ニーヤオートマタ任天堂スイッチ版買うべき理由をダダッと一気にね、ご紹介してまいりました。本当はねまだたくさんあるんですけども、他の部分の項目をお話ししちゃうとね、そのストーリーのネタバレだとかちょっとゲームの深い部分に行ってしまうので、今日はね1万個ある理由のうち12個だか13個だかにいたしました。これからゲームを遊ぶ人の楽しみをちょっと奪いたくないので、一番そのゲームが面白そうに見えるかどうかっていう説得力あるないは流していたゲーム映像だと思うんですよね。まあ、そこを見てね、少しでも気になるのは面白そうだなと思ったのであれば、ぜひ手を出してみて損のないゲームだと私は思っております。任天堂スイッチ版ニーヤオートマタ、いつだっけ10月6日、先行プレイさせていただいて発売日知らねえとかそれでいいのかって思っちゃうとこなんですけどね、すいません。本当10月6日です、10月6日発売ですと、気になってる方は要チェックというわけで、今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね